ダラは重要な原型の一つで、世界各地に見られる古代の象徴的図案である。マンダラは人類最古の宗教的象徴の一つであり、旧石器時代には存在していた。それはまた古いばかりでなく、世界中の至るところに見出される。古代エジプトのマンダラ。中央にあるアンクはエジプト十字とも呼ばれ、生きること、生命を意味する。またそれは男性原理と女性原理の結合のシンボルである。中世欧州のマンダラ。中央にキリスト、上に天使、マタイによる福音書を象徴、左に獅子、マルコによる福音書を象徴、下に牛、ルカによる福音書を象徴、右にワシ、ヨハネによる福音書を象徴。メキシコのマンダラ。アステカの太陽の石。中央は太陽神トナティウ。光り輝くもの、温めるものという意味の顔であると信じられている。北米ナバホ族の砂絵。ナバホ族たちはこれらの絵を神の行き来するところと呼んで、砂の上に描き、病を癒す儀式に用いていた。儀式終了後は、病を破壊する意味を込めて、これらの絵を破壊し消していた。密教の大蔵界マンダラ。中央に大日如来がおり、その周りを8人の菩薩が取り囲んでいる。チベットのマンダラ。中央のブッダの周りを8つのものが取り囲んでいる。ヒンズー教のマンダラ。中央の図形は男性原理上向きの三角形と女性原理下向きの三角形の結合を表している。お寺に掲げてあるマンダラは外的な表現、本質が現象化したものに過ぎない。真のマンダラは内的な精神の像であり、個人の心の内で徐々に形作られる。ユングはフロイトと決別した後の精神的危機の時期に、心のバランスを保とうとしてノートに小さい円形の絵、マンダラを描いていた。この時期ユングは毎朝小さいマンダラをノートに描いていた。彼が心の危機を乗り越えるのにマンダラが役に立っていた。私の描いたマンダラは日ごとに新しく私に示された自己の状態についての暗号だった。それは非常に意味深く思われ、私はこれらが何か中心的なものであるという明確な感情を抱いた。真のマンダラは個人の心の内で徐々に形作られる内的な精神の像である。個人の心の内に現れるマンダラは個人によって異なり、一つとして同じものはない。マンダラは意識と無意識が融合して一体化したことを伝えるメッセージであり、
夢に現れるマンダラは安定と内的平穏の印である。意識と無意識はどちらか一方が他方に抑圧されたり破壊されたりすると一つの全体を形作れない。両者は生命の両面である。両者に平等な権利を与えて公平に戦わせれば両者ともに満足する。意識は合理性を守り自己防衛しようとするが、無意識はそれ自身の道を行く公平な機会を求める。マンダラは意識男性と無意識女性が融合して一体化し安定化したことを伝えるメッセージであり、陰と陽、天と地など一切の対立が統一し永遠の均衡と内的平穏の状態になったことを示している。宗教で用いられるマンダラはその中心に最高の宗教的価値を持つ継承が描かれる。それは個人の心に現れるマンダラの中心の重要性に一致している。宗教で用いられるマンダラの中心は神の座であり、その宗教で最高の価値を持つ継承が描かれる。中心にキリスト、大日如来、ブッダ、それは個人の心に現れるマンダラの中心の重要性に一致している。個人の心に現れるマンダラの中心は自我イコールエゴとは異なる心的な人格の中心イコール自己セルフを意味する。要は人間の心の原型的基盤。四つ組は造物主と関係する原型であり、人間の無意識には典型的な神のイメージが存在する。通常マンダラは円や四角形の構図を基本とし、中心の周りに四つの象徴的継承を対象に配置して構成されている。ピタゴラスは正方形を魂の象徴とみなし、グノーシス主義とユダヤ教でも正方形が神聖な性質を持つと考え、他の多くの宗教でも正方形には保護を与える不思議な性質があるとしている。ユングは四つ組という概念が世界各地の先史時代の人工異物に見られると力説し、要は人間の心の原型的基盤、心の中には四つ組という概念によって自らを表し個人の完成と向かって動いていく何らかの要素があると述べている。四つ組という概念は至福音書、エデンから流れる四つの川など造物主と関係する原型であり、人間の無意識のうちに典型的な神のイメージが存在することを示している。自分の尾に食らいついている蛇、ウロボロスの夢はマンダラの原始的形態である。夢の中に出てくる継承が後に無権者が体験することをあらかじめ示すこと、予兆はよくある。自分の尾に食らいついている蛇、ウロボロスは縁運動を暗示するものであり、この夢を見た無権者はこの後女に追いかけられ、いつまでも円を描いて走り続ける夢を見ている。この女は無意識を代理するものであり、無意識が無権者、イコール意識、イコール自我を圧迫し、円運動にまで追い込んだのである。円運動を始めたということは、自我とは異なる中心、イコール自己が与えられ、
自我はこの中心点を回り始めたということである。これは将来、意識と無意識が融合して一体化し、自己という新しい中心が確立して、安定と内面的平穏状態、イコール曼荼羅で象徴となることを予兆している。自分の脳に食らいついている蛇、ウロボロスは、将来曼荼羅が形成される予兆である。曼荼羅は意識と無意識が一体化し、心全体の中心、イコール自己、セルフが確立したことを象徴し、人格が発展する個性化、自己実現を促す。曼荼羅は意識と無意識が一体化し、心全体の中心、イコール自己、セルフが確立したことを象徴している。集合的無意識は全世界とつながっているから、自己はすなわち世界であり、曼荼羅はその中心の自己、ミクロが外周の世界、マクロと対応していることを表している。意識が浄化されてくると、霊的な知識を外から学ぶのではなく、自己の内面から直接知るようになる。この時の自己は、すでに宇宙そのものである。タロットカードの最後のカードが、世界または宇宙と呼ばれるのは、この状態を表している。自己、ミクロ。両性具有、意識男と無意識女の一体化。世界マクロ、地、水、火、風、空。このカードは意識と無意識が一体化し、心全体の中心、イコール自己が確立し、心が安定と内面的平穏状態になり、曼荼羅イコール自己イコール世界が完成したことを表している。ユングは、人間の究極の目標は自己になることであると言った。自己は自我が獲得した安定を手放し、より高次な全体性へと発展するよう常に求めてくる。それは自我が象徴的な死を迎え、自己を中心としてより大きく新たに誕生することである。自我が象徴的に死に、自己に生まれ変わる過程は、個人に内在するさまざまな可能性を実現し、全体性へと向けて大きく成長していくことであり、個性化または自己実現の過程と呼ぶ。ユングは自己実現の過程を個性化の過程と呼ぶ。集合的無意識にある原型は人類共通でも、個人の意識に現れる現れ方は個人によって異なるからである。個性化の道を歩むためには、無意識と向き合い統合しなければならない。無意識は自我によってコントロールできないあちらの世界である。あちらの世界、イコール無意識と向き合い、統合することは、常に困難を伴う。下手をすれば、無意識のエネルギーに圧倒され、飲み込まれてしまう。個性化の過程は、自我から見れば、決して生易しいものではなく、ユング自身が体験したように、危険に満ちた道であり、冒険である。自己は自我に、危険な冒険を要求する。個性化の過程をうまく安全に進むためには、適切に舵を操舵できる、強力で機能的な自我の発達が必要となる。そんな自我が方向性を見失い、
危機的状況になった時、方向性を指し示すかのようにして出現するのが、自己の原型的イメージである、マンダラである。マンダラは、心の深いところで、あなたに安心、安定感を与え、個性化、自己実現へと、安全にあなたを導く。個性化に成功した物理学者パウリ。パウリは母親の自殺後、精神的不調からアルコール依存となり、内面的に深刻な問題を抱えていた。そんな危機を信仰の深かったユングとユング八条社との関わりにより、パウリは乗り越えていった。パウリが見た夢の中で、縁が最初に現れたのは、自分脳に食らいついているウロボロスで、ユングはこれを、マンダラの原始的形態である、と解釈した。縁はさらに進化して、永久期間の夢、永遠に動き続ける振り子時計の夢、正方形の周りを人々が歩き回っている夢、を見ている。パウリの夢に現れるマンダラは、時とともにより完全な形となり、この変化はパウリが個性化に成功し、健全なペルソナ、個性を確立した証拠だ、とユングは判断した。パウリはその後、1945年にノーベル物理学賞を受賞している。